どうもカイリンです。本日は JR 東海豊橋の駅に来ています。ここから乗りますのは快速電車の大垣行きです。東海道線にはね、新快速、特別快速、快速普通と、4つの種別があるわけですが、区間快速とかね、そういうのもあるんですけど、今回乗るのは快速です。快速っていうのはね、あんまり取り上げてる人も少ないと思います。やっぱりみんな新快速や、特別快速に寄りがちではありますが、今回は快速について取り上げたいと思います。停車駅の、ね、比較などを、してちょっといろいろ見ていきたいと思いますが、こちらね、名鉄線乗り場とも書いてありまして、この豊橋駅、飯田線のね、を曲がりするような形で名鉄線が乗り入れているということで、名鉄と JR が一緒の滑走になっています。早速入っていきます。でちょうど今新快速の大垣行きが出ようとして、12時2分発の大垣行きが出るところなんですけど、今標識表に出たんですけど、まず快速の大垣行き停車駅、新快速と比較してみますと、黄色が特別快速で、オレンジが新快速で、青が快速だ。この3本見ていただいて、豊橋から、三河宮にはですね、この電車は止まりませんので、ここも実質するということで、停車駅蒲郡、岡崎、安城、刈谷、大府、今日は金山、名古屋、稲沢、もう止まるのかな、どうだろう、尾張、一宮、岐阜で、岐阜間の各駅ということになっているわけでございまして、この一部停車ということで、これがどこに停車するかによってパターンが変わって停車駅が増えるというタイプなので、この電車の停車駅が出るかな。この電車の場合は、どうなんでしょうかね。多分下の方にスクロールでまた出ると思うんですけど、いろいろ停車パターンがあるんですね。これはもう需要に応じて、三河宮、ここ三河宮っていうのはね、あれですか、安城、大垣、今日は名古屋、終わり、一宮だから、あれだな、三河宮っていうところに停車するぐらいですかね。この一部停車の中だと三河宮っていうところに泊まるという感じですね。はい、逆に言うと多分三上以外は同じだな、これ新快速と。もしさっきの新快速が三上屋に止まるんだったら、完全に新快速と停車駅は同じになりますね。よくわかんないな。なんか露骨に速いってわけでもなさそうだし、いや新快速が露骨に速いってわけでもなさそうってわけ、どっちが上位種別なんかいまいちわかんないですか。到着まで待っていきたいと思います。ここがね、隣に名鉄と、飯田線が並んでおります。できた電車は JR 東海おなじみの313系電車、こちらね、新快速や特別快速などと特に変わらない、全く同じ列車、転換クロスシートのやつですね。めっちゃ警笛鳴らされてますけど、僕は映して通り黄色い線の内側に撮っておりますので、後ろで何かあったということでしょうか。もうあの距離でね、ちょっと空敵をね食らってるとね、もはやもう耳もおかしくなるような感じがしますけど、そこまで強くなかったのが幸いですかね。ちょうど右側、名鉄のパノラマスーパーもやってきました。個人的にね、この JR 東海の快速電車好きで、 JR 東海の快速ね、これ見ていただくと種別表示がね、青色なんですね。これなんか埼京線の快速っぽくてね、好きなんですよ。埼京線でしょこれ。
ありがとうございます。快速大垣行きです。三河宮、山越、岡崎、安城、刈谷、甲府、京和、金山、名古屋、終わり一宮、岐阜の順に停車し、岐阜からは各駅に停車をいたします。列車は6両編成です。車内は禁煙です。車内の設備は一番前の車両にございます。発車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。優先席付近では混雑時電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や不審な荷物を発見された場合は車掌または駅係までお知らせください。緊急を要する場合には、車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して、乗務員までお知らせください。なお、非常ボタンを押しますと、列車は急停車いたします。ご注意ください。発車場の前より、優先席がございます。お年寄りや、お体のご不自由な方、ヘルプマットをお持ちの方、妊娠されている方や、小さなお子様を連れのお客様に、席をお譲りいただきますよう、ご協力や、お土産のご声掛けをお願いいたします。感染症拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒やマスクの着用、車内では会話を控えめにしていただくなど、ご協力をお願いいたします。搭乗人は運転士、安藤車掌、下沢です。はい、それでは、次は三河宮、三河宮です。次は三河宮です。次は三河宮です。安藤、五角木、ネクストピース、三河宮。一部列車が停車する三河宮の駅です。まあ、なんかちょっと快速が停車するね。まあ、他の駅と比べると、なんとなく、しょぼい感じがしてならないというか、この辺は屋根がないですからね。まあ、全然人も乗ってこなかったんですけど、まあ、一部停車ということで、この辺の人としてはありがたいですよね、やっぱり。普通電車と大部とかあの辺で乗り換えないといけないと思うので、これだとね、名古屋まで随分早く着きますから、まあ、1時間に、1、2本、まあ、停車してくれるだけでもありがたいはずです。山郡です。ここはね、個人的に割とよく人が乗ってくるよなーっていうイメージなんですけど、今日はなんかあんまり乗ってこなかったですね。ここでも名鉄線との乗り換えができるようなところになっています。岡崎です。
で、岡崎ですね。岡崎、なんか岡崎は岡左衛門のイメージしかないんですけど、まあ、流行り終わりましたよね。岡左衛門と西子くんが同時に出てきて同時に散ったイメージがあるんですけど、あの辺はバリーさんとかも台頭してたかなとか思ってる時の感じですね。はい。岡崎、うん、本当に岡左衛門のイメージしかないんで、特に何も、なんか宇宙センターみたいなのあるんでしたっけ、わからんけど、ここもね、新快速とかも止まるような、まあ一応主要駅ということになっています。列車は安城に着きました。まあ、安城といえばね、新幹線でいうとこの三河安城なんていうのもありますけど、まあ三河安城よりかはやっぱり安城の方が栄えてる、まあ、って感じでしょうか。新幹線だったらこっから名古屋まで一駅ですよね。三河安城、次は名古屋と。カリア、その次はオーブといった感じで列車は止まっていきます。ここもね、やっぱり新快速、特別快速だとと全く変わらないということでございます。で、この次のオーブの駅では竹豊線との乗り換えができると。昔の竹豊線ってなんか非電化だったっぽいんですけど、そこは電化して結構割と最近っていうか、まだ3、4年とかそんぐらいの世界だと思うんですけど、あ、こんな名古屋の近くに非電化路線が残ってんだって個人的にはね、印象的な路線でしたけど、まあまだ1回も乗ったことがない。てか竹豊線ってなんかね、竹豊って書くじゃないですか。なんか競馬のあの人みたいに思うんですけど、これは僕だけですね。なんか竹豊線ってね。でここはオーブの駅にはね、この貨物オタクだったんで誰しもがね、取りたいと思う、こう炭酸カルシウム輸送っていうのがありまして、こう炭酸カルシウム輸送ね、僕も1回は取っても痛いんですけど、この EF64 が牽引してどこまで行くんだか忘れましたけど、この白いね、太平洋セメントの、まあ、滝だと思うんですけど、これを引っ張っていく、日本で唯一の炭酸カルシウム輸送ですね、これ。で、この止まってるこの気動車、これね、デイジュンみたいに見えるんですけど、絹浦臨海鉄っていうのかなの機関車ということになっています。で、あの64が、まあ、名古屋の方に引っ張っていくということになります。次は昭和です。昭和を出ますと次は金山に停まります。それです。前橋昭和快速大垣行きです。次は金山です。電車は金山です。金山ってね、中央線との合流の駅ですけど、中央線の方が金山と後付けだったでしたっけね、確か。まあここですね、東京から分かれた中央線、ここで再び再開ということでございます。まあ名古屋よりもね、金山の方がなんか主要駅なんじゃないかなとか、そこだけ思うとね、見ると
思ったりもしなくはないですけど、金山で一回も降りたことがないのでね、なんとも言えません。降りたことはあるけど、駅の外には出たことはありません。そして金山の次は名古屋です。これね、金山と名古屋ってね、なんか東京と新橋ぐらい二大ターミナルかなと思いつつね、ずいぶん離れてるんですよね。これがね、ちょっと個人的に初見殺しだなとか思ったりするんですけど、まあ、このね、名古屋に行くについて線路がいっぱい増えていく姿を見ると、あー、やっと都市に来たわってね、思いますよね。三大都市圏の中の一つ、まあ、三大都市圏って言ってもな、神奈川の方が名古屋よりでかいんだっけな。まあでも三大都市圏ですかね、ここは。名古屋ですね。名古屋って割となんか古いっすよね、屋根の作りとかで。いつもね、ここのところ工事やってて、何をやってんだってずっと思ってるんですけど、まあ名古屋を出ると岐阜、名古屋と岐阜はね、随分近いですよね、やっぱり。まあそのね、近さ、それをね、感じさせてくれるのは、やっぱりこの東海道線、これが早い、駅間も長いし、そこがやっぱり主な要因だと思いますね。
車はね、岐阜に到着します。名古屋から一駅で岐阜ということでね、こんなに隣り合ってる県庁所在地もなかなかないんじゃないかなとは思いますけど、岐阜はねやっぱり高山線との乗り換え駅ということで、まあ、ここからね富山方面に、ね、中部山地をつなげていく路線があるわけでございますけど、岐阜って降りたことですね。岐阜の岐阜で観光するところはなんかあるのかな。岐阜城ぐらいしかないのかな。あっちのね飛騨高山とかあっちの方行ってみたい気もしますけどね。やっぱり高山温泉とかいいな。今 GoTo もあるしとか思いつつね、録音してるところでございます。はい、ですかね、これ渡ると大垣に着きます。大垣はね岐阜の二大都市の中の一つみたいな感じのところで、小京都みたいなね街並みがな、蔵造りの街並みみたいなのが残ってるようなところでございまして、割と観光地なところですけど、ここもなかなかね気になってますね。ムーンライト長屋とかのあっち口でしかちょっとイメージは残念ながらないんですけど、気になってるところでございます。まあ、東海道線のね、列車は基本的には大垣まで、その先前原まで直接する列車もたまにある感じですかね。朝と夕方だけは。この列車は日中時間帯ですので、大垣までとなります。基本的には大垣豊橋間の往復をしているのが快速。新快速であれば、新快速と別快速であれば、夕方または朝の時間帯に前原まで行くということになります。でも、大抵は大垣止まり。この動画を終わりにしたいと思います。新快速に匹敵するほど速い、この快速電車の方もぜひ一度は乗ってみてください。ランダムな停車駅が非常に面白いところでもあります。というわけでご視聴ありがとうございました。